皆様、こんにちは。た田まに2020年受験対策税理士母財横断講座のガイダンス講義を開始いたします。担当はレックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということでございましてですね、あのー、本日は、ああ、もうだいぶね、毎年毎年この時期がもうあれよあれよという間に、もうすぐ来ちゃうんですけどね、えー、2020年の受験対策の母財横断講座のご案内というところでございまして、 えーこちら、まあ母材横断ね、まあなかなか聞き慣れない講座名かもしれませんがあー逆に言うといろんな今予備校さんでねこの母薩横断クラスというのを実施されてる学校もあるんでいや知ってるよという方もおいでになると思うんですがまあ,あーこの母薩横断講座はですね、まあ、ある意味私どもレッグが元祖でございましてね、まあ、一番最初に大々的に講座として設定させていただいて。 実施をさせていいいただのは私どもでございます、えー、それなりの長い経験も積んでまいりましたし、えー、実績もねそれなりに残させてきていただいたというところがございますが非常にあの受講生さん多くの方々からご使用いただいているクラスでもございますんで、まあ、今年度もですねこちらの講義実施をさせていただくことになりましたでこの母材横断のクラス担当させていただいているのは私富田でございます。 まあ、昨年2019年度からあこちらの母材小田の方を担当させていただく形になりました。まあ、僕はもともと税理士でいうと、簿記論、えー、会計科目のね、簿記論の担当でずっとまあ収録もさせていただいてるんですがあ、昨年2019年度のクラスから母材小田の方も担当させていただいていると、まあ、いうような状況になります。でね まあウェブ版のガイダンスということなんで実際あまり30分も40分も続けてもねなかなかあのお聞きいただくだけでも厳しいところがあると思うんで極力短くねポイントだけお話をしようというところになるんですけどまあこの母材横断というクラスね2020年向けのリーフレット今できたばっかりなんですがあーこちらなんかをねまず一旦ご,ご覧をいただいてねその特性については。 よくう掴んんででいいいただけければいいかなと思うんですけどまあ名前からお分かりの通りね税理士のお試験科目の中でいわゆる会計科目と言われる「記論」と「財務諸論」ですねこの2科目を同時に勉強していただくことによって、えー、2科目合格を狙っていただくというクラスになるんですがこれ従来からですねこの「母財横断」と呼ばれる類のクラスっていうのはあのー、要はね「記論」は「記論」の授業「財評」は「財評」の授業。 ね、ただ2つを同時にお申し込みいただくと学費が割引されますよ、まあ、こういう前提でのクラスっていうのは以前からそれこそ僕が受験勉強やってた時代から20年以上前からですねありました。でただねその「簿記論は簿記論財務資料は財務資料」ね2科目を同時に勉強すると言いった時に純粋に簿記論向けのクラスと財表向けのクラスをね別々のクラスで受講していただくとまあ一つ大きなデメリットっていうのはやっぱ計算部分になるんですけどこれね 簿記論で勉強をやっていただいた現金預金の話をね。次の回、財表の授業出た時に同じようなことをやるんですよね。で、かなりダブるんですで。そうすると同じこと。2回も4回もやんなきゃいけないというところになってくるで、税理士の受験生さんというのは、まあ基本的にですね。受験、成年という方が少ないとまでは言いませんけども、圧倒的多数はやっぱりお仕事されながら勉強されている方々がほとんどなんですね。 でそういう状況を勘案するとですねさすがに同じ授業を2回受けるこれが1回2回だったらいいですけども何回も何回もそれが繰り返されるってうんで正直意味がないだったらばもう計算部分に関しては、ね、計算部分に関しては、まあ、端的な話よりより難易度の高い募記論を想定して計算能力を身につけていただきながら財務諸表に表示するとにの表示技法はこうなるよ まあそういう形で授業をひとまとめにしていただければですねさせていただければ結局簿記論向けの授業と代表向けの授業と同じことを2回話し聞く必要なくなるじゃないこれがもともと母材横断始めてみようよっていうコンセプトだったんですねで一般論として申し上げるとちょっとこれパーポなんかも作ってきたんですけどね、えー、ちょっと待ってくださいねそれぞれの科目の特性としてねまず簿記論は100%計算のみだからね日商簿記の3級とか2級勉強された方 あれが税理士レベルに引き上げられるだけです。もう日商武器検定の問題なんかと同じような形で出てますね。で、財務諸表論という科目については、計算が半分50%出ましてで、それとは別に会計理論の論述ってのが入るんですね。で、こういう構成になるんだけど、あの簿記論も財表もまと、あ、もに計算があるまあ、特に財務省論に関しては理論もありますけども、計算50%出ます。 でこの計算の部分に関しては財務諸表論の計算部分に関しては問題解くために必要な知識というのは簿記論の知識があればもう12分に頂きますこれこの後ね皆さん方に少し特性としてお話をしようと思うんですが多少ね毎回毎回本試験というのは波があります波がありますが例えば2018年あたり2018年あたりはね簿記論の合格率よりも財務諸表論の合格率が低かったというような状況があったんです久方ぶりに出ました 久方ぶりに出たんだけどその時にね「財票の問題が難しくなった」っていう公表をされてる方々も多かったんですが僕は正直言ってそう思ってないんですまあお前だけかって言われりらそれまでなんですけど僕全く思ってないまあ確かにそれまでの財務諸評論の問題に比べれば難しくはなったとは思います思いますけどもえいう感じです正直言ってなぜならば僕のクラスで受講していただいた方々 ね、僕はもう常に財務諸評論はね、えー、80%以上計算で言うと、まあ、全体100点満点のうちの50点が財務諸評論の計算なんですけど50点のうちのね40点以上はもう絶対目指そうぜというのをコンセプトに授業やってるんですよ財評は。なぜならばい財務諸評論の計算っていうのは5キロに比べるとうんと簡単だから。 だその2018年度は財務省の合格率の方が低かったというのがあります。それは計算が難しくなったからだというのも一つの要因で挙げられましたけどもそんなことないです。まあ、確かに財務省評論だけ見れば難しくなりました。でも、簿記論を想定した計算能力を身につけてる方々からすればいそれほどじゃないです。確かに今までよりは難しいでしょう。う確かに今までよりは難しくなったけども簿記論の問題に比べればまだまだと。あ全然という形で。 実際その2018年度計算の得点自体が大体ね合格の目安ボーダーというのが33点から35点っていうのをうたった専門学校多かったんですけど私の受講生さんは、えー、当日自己採点の段階で44とか48とか取ってくれてます。できるんです代表ってのはでそうすると計算問題のね難易度難易度のところで言うともう絶対的にと言っていいぐらいね絶対的にと言っていいぐらい5 k 論の方のは難しいと。 いうのが事実なんですよ。だそういう前提に立脚していただくとですねよいしょそういう前提に立脚していただくとちょっと次のパーポーねえー、申し上げるとですね。よいしょ根本的に純粋な会計学に属する計算能力とあれの簿記論なんです。 で財務諸表論っていうのは極端な言い方しますけどねボギロの計算問題に比べると計算能力を問う論点じゃありませんこれ。ですかそんななに難しくないですというのもこれあくまでも会社法などの法規法令に基づく PLBS などのねいわゆる財務諸表と呼ばれるものを法規法令に基づいてちゃんと書けますかっていうのを問うのが財務諸表の計算だからだからあー純粋な計算能力を問うって問題じゃないんですよ。 計算を行った結果の表示の仕方をちゃんと理解してますかっていうのを問うのがもともと財表の計算なんですねだからそうすると変に計算部分の難易度をがめあ高めたってしょうがないでしょだから財務省論で聞きたいな論点が聞けなくなっちゃうから PLBS をちゃんと法規法令に基づいてかけますかそれが聞けなくなっちゃうんだから計算のところをやたらめたら難しくてしょうがないんですよだから根本的にそういう科目の特性があるから簿記論の計算に比べると財表の計算ってのはうんとレベルが低いです、まあ、間違いないです 財表の計算の方が難しいって言ってる人がもしいればいもしいればよそれはね多分問題の本質を見極めてないですよ。お根本的に簿記論の問題と財表の問題、まあ、出し方の特性ってのはありますから自分の好き嫌いってのはありますけども両者を単純に比較した時に問題としての難易度として財表の方が難しいですっていう人がいればそれはどうですかと。ねそれはどうちょっと問題ちゃんと見,見てますっていう。 話にななっちゃうレベルなんですねで誰にどう考えたって計算レベルは代表のが低い。ってことはよりレベルの高い簿記論を想定して計算能力を身につける事業をまず受けてもらってでその計算ができるようにした上で財務諸評論の表示の仕方だけをそこに載せれば十分計算論点については対応ができるはず。でわざわざ簿記 <coughs> 論のための計算と財表のための計算と同じことを2回。 ダブって授業を受ける必要なんか全くないいやそういう無駄を排除しようと。で結局ね何回も何回も授業を聞いていただくということはより自分の中にその内容は残りやすくはなると思う。残りやすくはなると思うけどもともと私たちがこの母座横断を始めたコンセプト、ね、極力無駄を省いて確実に2科目同時に合格していただこうよというところは当然始まってるんだけどなぜそうなったのって言った時にこれ端的な話。 私どもレックの場合は特になんですすが社会人さんん多いんです、ね、お仕事されながら勉強されてる方が多いでお仕事されてるながら勉強されてる方々くどいだけど同じ内容とは言ったって簿記論の授業と代表の授業でそれぞれ現金を2回聞けば確かに頭の中には残る可能性は高いでしょう。でもねもともと普段限られた時間の中で勉強してる人がよ同じ話を2回聞かなきゃいけないっつったら授業をこなすのが相当まず苦痛なんですよ。 で、最初のうちはいいです。勉強を始めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいはいいですよ。ね。1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、まあ、当然モチベーションも高いし。ね。大体税理士の授業だったら9月ぐらい、前後ぐらいから始まる。ね。通学ではそれぐらいです。で、えー、まあ、このウェブの場合にはね、私の母材オーダーの場合にはなるべく早めに見始めていただいて、ゆっくりゆとりを持って勉強していただきたいというのもあるんで、もうゴールデン行くぐらいから見れるようになってます。ね。で、その前提で言うのね、 一般的な他校さん等では9月ぐらいからその授業始まって9月10月はわりかしお仕事もね少し余裕がある方も多いんですけどなおかつモチベーションも高いから同じこと2回授業受けますよああいいよ自分の中で話が消化しやすくなるからいいよ最初はやっていただくしね実際僕もよその学校でやってた経験があるんで9月10月は本当に頑張ってくるでもだん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 年末近づいてきてさらに年明けて年度末が近づいてくると 会社忙しくなるんです。多くの方々がね。普通の会社の方々、やっぱだいたい忙しくなりますよ。そうすると同じことをそこでも2回聞かなきゃいけない。すごく負担が重いで、そうすると、結局授業の消化自体ができなくなっちゃって。だいたい税理士ってのは5月ゴールデンウィーク明けからが直前期ですから追い込みなんだけど、追い込みに入ってんのにまだ授業が終わんないんですよ。調講し終わんないですね。そうすると基礎が曖昧なまんま。 授要が消化できないことで基礎が曖昧なまま直前期に入っちゃうから当然だけど直前期に入ってじゃあより難易度の高い論点をお話ししますよとかね本試験形式の問題やってくださいなんて話が出てくるとでできるわけないんですよそれはやっぱり基礎の内容が多すぎちゃって消化できないからそれでは結局皆さん方が税理士になってやろうと頑張っていこうとね自分の身を立てるためにここでひとん張りしようと勝負かけようと。 思っていただいた気持ちというのは結局カリキュラムがこなさないことでって無駄になっちゃう,という人は今まで多かったんです私どもでもそうだったね。す極力それを省いてでなおかつ社会人さんですから一般論としてはご自分の稼いだお金の中から学費の捻出をされたりするんでねやっぱりまあ学費というのも私どもも頑張ってはいますけどそんなに安いものではない だ極力が受講生さんにそういった経済的な部分でもご負担をかけないようにできたらいいんじゃないかというところでこの母財ダーのクラスを作ったまあ純粋にですね簿記論財票をそれぞれお申し込みいただくよりは学費としてはやっぱり安くできてますし、ねえー、なおかつ効率性を突き詰めて常に難易度の高い簿記論を想定した計算の内容をメインでお話しすることによってもう当然にその中には財務省の計算対策が内包されてますからね で両者効率的に勉強を進めていただきなおかつそこにね財表としての理論を載せていただければ2科目同時合格は十分狙っていただけるとこういうカリキュラムにしてありますで例年ですねまあ簿記論財表ダブル合格しっかりと実績も出させていただいております、まあ、それは何よりも受講生さんが頑張ってくれてる証だと思うんですけどももう極力ね皆さん方に変な意味でご負担をかけずにね、まあ、当然難関試験ですから楽して受かることは絶対ないですよね そりゃそうですよ、ね、まあ楽して受かろうと思ってる人はいないと思いますけども楽して受かることはない楽して受かることはないけども変に皆さん方に負担をかけすぎるとも結局それはせっかく税理士になろうと思った皆さんの気持ちそれをね、えー、僕らのカリキュラムによって潰してしまうことになりかねないんでそれはやめようよとだ極力皆さん方に負担の少ない形のカリキュラムをご提供しながら確実に合格を狙ってもらうね、これをコンセプトにね 開発したのがこの母材オーダーのクラスでございます。で、母材オーダーの中でもまあ、時間の効率性とか経済的な部分を考慮して2つばっかりまあ、完全に母材オーダーの授業を受け切っていただく。プレミアムっていうのもあるし、えー、それ以外にね。まあ、少し演習の部分なんかは端折った端折ってまあ、効率性を突き詰めてやってっていただくエッセンスというコースもあります。まあ、こういった部分はご自分のお仕事の忙しさあであったり、あとまあ大学生の方だったら大学の授業のね。 え関係もあるでしょう、まあ、そういったところであったりあと経済的な部分をいろいろ勘案していただいて自分に合ってるものを選んでいただければということで交差選択はしています。ね。だからここら辺も細かい話になってくると分かりにくいところも少しあるかと思うんであの是、ー、非ね一旦資料の方ご請求いただいてですね、えー、内容を精査していただいてで分からないところはですね例えば私ども。 レックの本校と言っていますけど校舎があるところであればあご相談対応させていただくことができるスタッフもおりますんで、えー、そういったところをぜひ積極的にご活用いただきながらですね、えー、講座の選択というのをいただければと思いますまあ皆さん方税理士を目指そうという方々はね世の中の動きにもまあアンテナ張っておられる方々が多いんでご承知の方も多いと思いますけどあの2021年以降はですねちょっと大きな会計ルールの変更が軒並み動き始めます。 まあ皆さん名前を聞いたことあるかもしれませんが収益認識に関する会計基準とは動きますんでまあそれに伴って売上収益のやり方なんか形状の仕方が変わったりとかあとはもう非常に今大きく取り上げられ始めてますまあ実際にはもう去年ぐらいから動いてるんですけどもリースですね固定資産リースの会計ルールも変わりますすこれねものすごく大きな影響あります。 収益認識に関する会計基準もまあ実務上は大きな影響でありますけどリースなんかはね相当インパクトあると思いますよ。特に日本はあー都市部に行けば行くほどそうですけど自前のビルを持ってる会社ばっかりじゃなくてテナントでねない賃貸で本社構えてるとか店舗構えてるって会社さんいっぱいあります。でそういったところがねちょっと賃貸物件が今度リースの扱いになったりするんでかなりこれ大きな変更があるし大きな影響あります。世の中インパクト与えますよ。 そういった大きな制度変更が21年以降にバーッと動くでその前提で言うとね、まあ、ある意味皆さん方大きな制度変更が入る前に受験を目指していただくのがある意味この2020年の、ね、2020年の合格命級のクラスになりますから,、ね、だからここでやっぱり、ね、効率的にドラスティックに新しい話が入る前にですねですまず試験科目としては合格をしちゃう。 でその後で当然新しいものはどんどん取り入れていかなきゃいけないわけだからねやっぱり受験勉強としてやるよりはね知識を計算する高めていくために新しいものを対応するという努力をしていただいた方が絶対楽ですから間違いなくねだそういう意味ではここでね2科目同時合格を狙っていただくというのはある意味非常に効率性の高いご選択だと思いますんでまあぜひね、えー、そういったものも一つ選択肢の中に挙げていただけるとありがたいかな。 いいう,うに思いますでこのウェブでの、まあ、通信系の授業が私どもメインになりますがあこの母材オーダーに関しては僕の方でねあの2020年向けの新宿のエルタワーっていう学校があります。新宿エルタワー本校っていうところでライブの授業もやるという前提になっておりますんでまあご通学がねできる方で。 えー、なおかつ、まあ、通学の方のが、ね、日程も組みやすいって利点がありますから、まあ、そういったものをご検討いただく方々はぜひね一、まあ、回新宿の方に遊びにでも来ていただければ大体毎週日曜日に僕、授業やってますんで、ね、僕がいるときであれば僕もご相談乗ることはできるでしょうし、ね、あ僕以外でもあ会見についてはかなり精通したスタッフが揃ってますんで新宿はあそういった部分で、ねえー、ご相談いただいてもいいし他校でも。 新宿以外の校舎でも会計分野に関しては精通したあ知識を持ってる専門の担当がいますんで、えー、それらのものにですねまあぶっちゃけた話どうなのよというところも合わせてご質問いただくこともできますんで、ねまあ、当然お電話メールでも結構ですから何かね気になることがあればあそういったツール等手段を活用していただいてですね疑問点の解消を図っていただいて、えー、私どものね講座の方に来ていただければ嬉しいなと。 まあ思いますでももう20分ぐらい話しちゃったなあのー、これねぶっちゃけないし15分ぐらいで終わらせろって言われてたんですけど終わんない <laughs> あのさすがにね10分15分じゃねどうもどうも富田でございますで終わっちゃいますんでね、えー、おしゃべりの僕はあなかなかちょっと短い時間でまとめるということが苦手でございましてちょっと長くなっちゃって申し訳なかったんだけどねまああのー、僕の授業も多少伸びる時はありますがあまあ多少にとどめますんで是非、まあ、ね、えー、選択肢にあげていただければありがたいというふうに思います。 以上で本日のガイダンス講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。